和将軍はアメリカ合衆国ネバダ州の軍である。2010年国勢調査での人口は42万1407人であり、ネバダ州では第2位である。軍庁所在地はかつ人口最大の都市はリノである。和将軍では毎年バーニングマンの祭りが開催されている。和将軍はリノ・スパークスアメリカ合衆国大都市。 統計地域都市圏に属している和将軍は1861年にネバダ巡州が創設された時の旧軍の一つだった。この地域に昔から住んでいた和将族インディアンにちなんで名付けられた。1864年にループ軍を併合した。1861年に設立された時の軍長、所在地は和装シテ式にあったが、1871年にリノ市に移された。 1911年、バンノック族インディアンの小さな集団が、所長にマイクという指導者の下で和将軍の4人の牧場主を殺害した。自警団が組織され、1911年2月には、そのインディアンの集団に追いつき、そのうち8人を殺した。この時自警団のエドホーグルも殺された。この戦闘で生き残った3人の子供と1人の女性が捕獲された。 集団の残りの何人かは1994年にスミソニアン研究所からアイバホ州のホートホールインディアン居留地に送還された。これはアメリカ最後のインディアンとの戦いと言われることがある。アメリカ合衆国国勢調査局によれば軍域全面積は6551平方マイルであり、このうち陸地は6342平方マイル。 水域は209平方マイルで、水域率は3.19%である。和将軍は13の軍と境を接しており、これはアメリカ合衆国の軍の中で最大である。軍内にはリノとスパークという2つの法人化都市がある。2010年、リノ氏と和将軍は統合された政体となるべきかを問う住民投票が行われた。 投票後の非公式開票結果では投票者の54%が政府を統合する案に賛成票を投じていた。アナホアイランド国立野生生物保護区以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。フライ完結泉は将軍の牧場バーニングマンの祭り。ありがとうございます。